甲子園開き、阪神巨人戦で今シーズンはこの甲子園蓋を開けました。しかも初ナイター、ジャイアンツが1回表1点、4回に、中畑の第2号ホームランで1点追加して2対0、4回の裏タイガースの反撃は2番のこの広田から始まっています。まあ、昨シーズンは阪神の野球を変えたと言われるくらいの大活躍の広田ですが、なんとかまあ夏場までまた頑張ってもらわなきゃというところなんですね。今シーズンも出足はなかなか好調ですからね。好調ですね、バッターの広田出足は好調です。広島戦でもいかにも広田らしいバッティングを見せてくれました。対ジャイアンツ戦、今日1回戦です。2回目の打席に入っています、バッターの広田。まあタイガースの外野はですね、若手の吉武、それからまあ、キャンプ中がオープン戦に怪我をしたあのキャンプ中に北村がね、打球という、これちょっと出遅れたんですが、もう戦列に来ていますが、北村、さらに移籍の長崎と、大変あの豊富な外野陣なんですけど、ね、やっぱり開幕はこの広田ということになりましたね。まあこの人もね、結局熱くなったら適当に感覚を上げて使えばですね、いけると思いますからね。そうですね。今シーズンはですね、梅雨から夏前体重が落ちないようにしたい広田は語っていますが、当たり損ね、三塁支払から一塁へ。どっちかって言ったらやっぱり外角球を右へをつけて打つ方がヒットの確率が高いですね、ですね広田はね、まあ、あのベテランになるとね、それが一番楽なんですよね。あ、まあ、なるほど。打ちようとすれば、そしてタイガースの打線の鍵を握る一人、このランディーバース、今日は第一打席、加藤からセンターへ大飛球を放っています。これが2回目のバッターボックス。開幕の広島の左腕の大野、第2戦の川口をやや打ち上げたんですが、川口から今シーズンの初安打を放って、この巨漢がいやほっと胸をなで下ろしたそうですからね。いかに、まあ、やはり開幕というのは緊張するかということが分かりますね。加藤佐野のバッテリーです。昨シーズンはジャイアンツの投手陣にあって10勝7敗、このベテランが10勝をマークしたんですから ね、これは貴重な戦力ですよ ね。しかも今シーズンはご承知のように西本、江川が対応戦でそれほど調子がよくありませんでね、あとは牧原、佐田岡あたりですか。斉藤がまあ心境著しいとは言っても、しかも抑えの隅がですね、もう一つと、金城にも頼らなきゃいけないと、結構ジャイアンツも苦しいんじゃないですか。まあ、あの出足あまり良くないですね。良くないですね。頭痛い王監督です。まあ、そういうところでこういうあのベテランの加藤がね、高騰すると巨人は楽になりますよね。そうでしょうね。さあバースのバッティングに注目しましょう。ワンツーいいカウントになりました。近鉄から移籍の佐野がマスクをかぶっています。山倉の負傷でどうもやはり加藤と今サインが合いませんね。この辺は呼吸ですからね。やはりこう一発屋に対してはね、なかなかこう難しいですからね。この加藤の表情やや投げにくそうです。さあバース狙うか、ライト右へ、これはファールフライですが、ファールゾーン、スタンドに入るか。入りました。加藤バース、この試合2度目の対決のシーンを迎えています。第1打席はセンター120メーター近く飛んだ大フライに終わりました。終わったといっても大飛球で加藤をヒヤッとさせました。ランディーバースの第1打席2ストライクを捉えたので、今度は慎重なバッティングに変わるでしょう。この人はまあ体は大きいですけれども神経も細やかですし、バッティングにもそれが現れてまして、ツーストライクを捉えますと外角狙ってくるとですね、うまくこう流しにかかったりしますね。そうですね。特にあの走者がおるときはそれが多いですよね。そうですね。現在上空は緩やかにバックネットからセンターへ風が吹いていますが、打球に大きな影響を与えるような風ではありません。ツーエンツーです。
外角球を引っ張った当たり損ねファーストゴロ、加藤がベースカバー、外角の低めを打たされました。いや難しいコースへ、さすがにこの加藤はベテランですね、ギリギリの低めのコースへ投げましたね。まあ今のもちょっと変化球ですからね、ちょっと間を合わされましたかね、さあ掛布です。伝統あるタイガースの4番の重責を担う掛布ですから、当然打率は3割3分以上、ホームランは40本以上、打点は110くらいを目標にしてもらうゲームですね。このノルマを掛布選手が達成した暁には三冠王も夢ではない、ということになります。問題は打率でしょうね。今シーズンはまだといってもこれが3試合目ですが、ホームランが出ていません。打った、ライト右へぐんぐん伸びる、ファールか、フェアか、入りました、ギリギリいっぱい、掛布第1号のホームラン、ライトポールギリギリいっぱいに入りました。掛布についに一発が出ました。これは嬉しいでしょう。ホームランが出るまではどうも落ち着いて眠れませんと言っていました。掛布が第1号のホームランを放ちました。吉田監督は嬉しい。今日の初打席のヒットはね、やっぱ大きく影響してますね。そうでしょうね、初打席のあのセンターへ、ジャストミートのヒットだったですね。まあ、今のもね、決して優しい球じゃないですよ。はい、そうですよね。もう一度見ましょうか。インサイド、シュートボール。まあ、綺麗にやだけど打ってますからね。そうですね。切れませんでしたからね。切れませんでしたね。まあ、それだけあの腰の回転もいいわけですからね。そうですね。体が開かなかったということですね。もう一度見ましょう。ここで体が開いちゃうとファールになるんですかね、うまく溜めてますね。さすがに4番の重鎮掛布、この打球ギリギリいっぱいのホームランです。掛布第1号が出ました。やはりあのこういう、はい、主軸を打ったわけですからね、まあ、それで続けという形がね、そうですね、出ないといけませんよね、チームとしては。そして打席に岡田、姿勢が上がってまいりました。阪神タイガース、これは外角の速球でした。さあ掛布に打たれたことで加藤のピッチングはどう変化するでしょうか。ベテランですが1点差に追い上げられて動揺していることは間違いないでしょう。しかもリードするのが慣れている山倉ではなくて佐野です。まあどんなベテランのピッチャーでもね、やっぱホームラン打たれるとやっぱちょっとこうね、そうですね、ただまあそこをカットしなくてですね、コーナーへ決まるときはやっぱりいいですよね。そうですね。あと佐野のジャイアンツバッテリー、4回裏タイガース掛布の第1号ホームラン、1点を返して1点差です。打席には岡田、まあ今シーズンは選手会長、しかも8月にはですね赤ちゃん誕生予定ということで本人張り切ってますからね。この人も目標は3割3分、ホームラン30本以上、打点は100近く、目標はでかいほどよろしい。バッターの岡田ちょっと気負いました。まあ伊藤にしても加藤にしてもストレートはなかなか威力ありますからね。そうですね、まあ、コースさえその甘くいかなければね、はい、そう打たれることはありませんからね。この加藤の球質は重い方ですから、シュート気味、まあ、ほとんど直球がわずかにナチュラルにシュートするんですが、2エンド2からアウトサイド、外角球です。第1打席は外角球を強引に引っ張ってサードゴロ、併殺打を打っている岡田です。まあ、どんどんファールしてですね、臭い球をファールして投げさせることですね、そうですね。マウンド上の加藤投手は3回まで40球を投げています。まあ、平均的な球数と申し上げてよろしいでしょうか。この回4回の裏、掛布にホームランを打たれた加藤、ちょっと岡田の方が気負いすぎですね。ちょっと気負ってますね、はい、今の球なんてちょっと甘い球だと思うんですけどね、やや気負いの見られる打席の岡田、カウント2エンド2、当
然バッテリーに遊ぶ余裕はありません。次の球も勝負球です。今のはどうですかね、何を掘ろうとしたんでしょうね。やっぱシュートだと思うんですよね。シュートですか、胸元へという狙いだったんですね、はい、そうだと思いますね、ちょっと手元が狂ったようです。王監督、開幕の太陽戦は苦戦の連続、頭の痛いところでしょう。フルカウント、外角いっぱいを狙った加藤ですが、ボール2つぐらいこぼれました。岡田が1塁に出ます。そして勝負強い佐野を打席に迎えますが、ここでツーアウトでね、一発警戒となるとどうしてもコースを狙いますからね。そうですね、やはり2エンド2から胸元のシュートがボールになって2スリーになりますと、やっぱピッチャー苦しくなりますね。外角球を、打たせようとしたんですが、しかしそのボールが外れました。岡田ツースリーから粘ってフォアボール、ツーアウトランナー一塁、よくタイガースの打線は、打線になっていない、つながりがないと、言われるんですが、こういうツーアウトからのチャンスを大いに生かしてもらいたいですね。そうですね、打席の佐野、勝負強いことでは定評があります。今は外角寄りですが、この人はインサイドを打つのも大変上手くなったんじゃないですか。上手いというよりも、この人の場合は特に読みがいいですからね、バッティングで球を読んで打つときは非常に調子がいいんでしょうね。そうですね、佐野、この試合の第2打席に入っています。1回目はピッチャーゴロ、これが2回目です。これは詰まりました。ショート河野が回り込んでいます。ショート河野が落球しました。上空の風はありません。河野のエラー、ジャイアンツ大きなエラーが出ました。2対2同点。セカンドベース後方のフライ、回り込んだショート河野が落球、一旦グラブに入りましたので、もう一度見ましょうか。完全にこうしてボールの下を叩いてどん詰まりの内野フライ、左河野です。回り込んで余裕があります、手広げてますね。この後ボールが落下、歓声がわーっと上がるまでのシーン、おーっとグラブに、完全な落球ですね。やはり巨人の場合もね、ヒルヒル試合してですね、夜ナイターレジは、こちらでやるつもりだったらしいんですけどね。あ、なるほど。ただ雨でできなかったというのもありますでしょう。それにしてもベテランのね、河野がこうピッチャーの足を引っ張ったんじゃね、そうですね、また阪神としてはもう願ってもないチャンスですよね。願ってもないチャンスですね、岡田がですね、びっくりしながらホームに走ってきましたもんね。信じられないという顔だったですね。佐野はこの間に二塁進塁です。ショート河野のエラー、タイガース一気に同点に詰め寄りまして2対2。4回の裏、なお佐野を二塁に置いて打席に平田、今日第1打席でライトへ綺麗なヒットを放っています。その平田の第2打席です。ジャイアンツの内野ショート河野がピッチャー加藤の足を引っ張る形になりました。タイガースラッキーな2点目です。やはりちょっと動揺しましたね。しかさず堀内コーチが行きましたからね、そうでしたね、掛布にホームランを打たれたのが最初のパンチでしょうが、今のやはり内野の落球というのは心理的に答えでしょうね。ツーアウトで、一塁でしょうでしたね。そうですよ、ピッチャー強襲、センターに向かよ、さあ佐野はセンターに行ける、佐野ティーのバックホームは飛べない、ホームイン逆転、3対2、佐野さん今の逆転。平田今日2打数2安打、2本目のヒットが佐野を超えれる痛烈なセンターへのヒットをご覧ください。ですね、だけどコースはあまり厳しいところじゃないんですけどね、いやいや真ん中よりですね、だけど素直に打ち返しましたからね、当たりは非常に良かったです
見せるようないわゆるセンター返し、これはだけど阪神にとっては大きいですし ね、 そうですね、巨人にとっては痛いですよね。そうですね、まあ、掛布のホームランの1点だけで抑えられるところをですね、逆転されたわけですからね。ブゼンタルオ監督、まあ、さっきは堀口コーチが言ったんですがね、こんなシーンでキャッチャーがもし山倉だったらあのピッチャーバウンドで当然行ったと思うんですがね今日は山倉負傷で、佐野がマスクをかぶっています。まあ、その辺加藤が投げにくい点もあるでしょう。ショート河野が落球という、加藤にとってはアンラッキーな面もありましたが、タイガースここで3対2逆に1点リード、4回の裏逆転に成功しました。なおランナーが1塁で2アウト、バッターは8番の木戸です。インサイドワークもピッチャーのリードもそしてバッティング面でも心境を見せています。バッターの木戸、ライトへ入った、ホームラン、第1号ツーランホームランが出ました。これは木戸にとって嬉しいツーランホームランでしょう。まず平田が生還、そしてホームランの木戸を迎えます。木戸今ホームイン、2点追加、5対2、点差は3点と開きました。木戸のライトへのホームラン、これは嬉しいでしょう。伊藤にとっては非常にいいプレゼントですよね。本当ですね。だからね、よく言うんですよね、キャッチャーとかピッチャーには打たすなと。やっぱりキャッチャーの場合も打てばリードが良くなりますからね。そうですね。しかし今の投球加藤ですがね、平田に打たれたのと同じようにやはり真ん中寄りですね。そうですね。どうしてもね、ストライクを取りに行こうというのはね、どちらかといえば3回までのね、球の力はないですね。そうですね。やっぱり相当なショックだと思うんですよね、さっきのエラーが。だけどそこでね、すかさず追い打ちをかけた打線というのは立派だと思いますよ。立派ですね、これは。しかも下位打線でですね、これやれたということはね、いいことだと思いますね。今日はタイガースのオーダー、完全にいわゆる打線としてつながっています。こういう点の取られ方というのはね、非常に守っている、他の選手も応えるんですよね。応えましょうね、これは。掛布のホームランから始まってショート河野の落球、さらに平田木戸のタイムリー、その木戸のタイムリーは大きなタイムリー、ライトへの第1号のツーランホームランとなりまして、タイガースは一挙に5点。そうですね、まあ昨年までの木戸のバッティングだったらちょっと考えられないですよね。そうですよね。これしかし加藤の続投ですね。当然まあ2アウトでこの後ピッチャーということですから、ツーアウトランナーなし、まあ、タイガースはこの伊藤で終わっておけば次はまた前見からの攻撃ということですから、いい巡りになるってことですよね。ここの打席は伊藤はそれほどバッティングに精を出さなくてもいいわけです。要するに中盤から後半へできれば1イニングでも多く投げてもらいたい伊藤投手ですから。そうですね、まあ、こういうふうにリードしたらですね、まあ、気分よくですね、力まずに掘ればですね、スタミナはあると思うんですよね、伊藤の場合は。しかし気のいい山川がですね、今ベンチちょっとカメラが捉えてましたがね、また水あげられたなって。しかし表情は明るいですね。まあ、そういうことはね、お互いがこう切磋琢磨してですね、そうですよ、行けばいいわけですね。いい意味でね、競争してもらいたい。もうちょっとこう結局伊藤にフォアボールですか。これはまた普通に出ませんね。まあだけど気持ちは分かりますよ。そうですね、やはりコードがですね、なんでもないフライを落球したときに加藤投手の顔がこわばってましたからね。まあ、当然それは打ち取ったと思ってですね、まだ1点差あるという気持ちはあったでしょうから ね、 そ, うですよね。そこは同点になってしまった、でその後に鈴木様にヒット打たれましたからね、それもいい当たりですからね、はい、そうですそうです。ホームランも打たれるし、平田、ね、平田ジャストミートでセンターへ、そして木戸はこれまた低めの真ん中寄りのボール、そうなんですよね、木戸がライトへツーランホームラン、下位打線で打たれてですね、しかもピッチャーを歩かせるということになるとね、ちょっとこれはもう監督としてもたまりませんよね。レフト側のジャイアンツのピッチャー練習場あたり、斉藤あたりが投げてますかね。斉藤あたりが投げてるんですが、しかし
一気に5点ですからね、どうもベンチもですね手の打ちようがないという表情だった。これも2回目ですからね。出ましたね、ご覧のように王監督が柏木主審におそらく投手の交代を告げたんでしょう。さあ2番手は、タイガースがトップの前見へ戻りました。まず左は考えられないんで右の斉藤あたりでしょうか。加藤に代わりまして斉藤。そうでしょうね、斉藤ですね。9番ピッチャー斉藤、背番号41。しかしジャイアンツは1回に1点、4回に中畑の大きなホームランで追加の1点、しかも、阪神がちょっとまずい強攻策があったんですが加藤が1回から3回まで0点に抑えていた、2番手ピッチャー今すぐという村残用は王監督、堀内コーチにはなかったでしょうね。なかったと思いますね、まあ、だけど加藤の、ね、ショックというのは相当に大きかったわけですよ ね、 そうですね。まあ、一応ですね、岡田が一塁ランナーで、佐野が打った時エンドランかかってましたね、だから岡田スタート切ってましたね、でそのままそのずっと走り抜けた、それをポロリやりましたもんですからね、それでホームまで捉えてしまったと、それで同点ですよね、しかも二塁まで佐野を行かせてしまったと、ということで、まあ、平田にセンター前打たれたですね。そうですね、ジャイアンツのピッチャーは2番手の斉藤に変わりました。まあ、加藤かわいそうですよね。まあ、ここで2番手投手の斉藤です。ジャイアンツの投手陣にありましては中継ぎとしてこの斉藤が大いに注目されてまして、若手の中では心境著しいものがあるということで、キャンプから調子を上げていた斉藤が2番手投手として、加藤をリリーフしてマウンドに上がります。さあまだ回はこれ中盤に入ったばかりでして、タイガースの大逆転なんですが、思い起こしてみますと、思い起こして、まあ、つい先日ですが広島戦でもですね、広島のまずい守備があって、まあタイガースがですね、チャンスをものにするというシーンがありましたがね、どうも相手のエラーにつけ込むっていうのは野球にとってはこれ野球の上では大事なことですかね。そうなんですよ、それだけでね、今度こちらもまたできないわけですよ、油断はね。そうですね、まあ、今の野球はですね、2点3点っていうのはね、もうほとんどセーフティーリードがないですもんね。そうですね、まあ、少なくとも5点は相手が開けてないとね、楽にはいけませんからね。加藤76、76球です。まあ、加藤はとってたけどかわいそうですね。そうですね、あれだけ好投しとったわけですからね。斉藤投手、今シーズン、まあ、太陽戦に次いで、2度目の登板ということになります。太陽戦、いわゆる開幕戦でも、西本の後マウンドに上がりました斉藤。開幕戦といい、この試合といい、どうも先発投手が思わぬところで崩れるので斉藤投手に不意の出番が巡ってまいります。そうですね、この前もいいピッチングしましたし ね、そうですね、まあ、この人の場合は今テスト中みたいな形でね、こういうふうに中継ぎで使ってみて、よかったら先発になるでしょうからね。そうですね、打席に真由美を送っています。タイガースの攻撃、ツーアウトランナー一塁です。ワンスリー、どうでしょうか。こんなに早く、まあ、出番が来るとはおそらく想像もしていなかったでしょう。急遽リリーフの斉藤、ちょっと球筋が定まりません。しかも迎えるバッターがタイガースにあって最も好調の真由美です。真ん中へ来たぞ、ぐんぐん伸びて3号ホームラン、第3号ツーラン。斉藤へまた真由美が大きな強烈なパンチを浴びせました。真由美第3号のツーランホームランが出ました。一枝コーチの握手、今日キャンプの阪神応援団、今真由美生還高く1勝、迎
から始まってですね、この6点ですからね、これは大きいですね。シュートボールが今後藤さん、やっぱり真ん中ですよね、真ん中入りましたね。どうしてもカウントが悪くなってますからね、ワンスリーってなって、ね、スライドを取りに来た球というような感じですね。急遽マウンドに上がった斉藤を捉えました。マイミの第3号ツーランホームラン、レフトへ叩き込みました。大いに規制上がります。この木戸もホームランを放っています。4回の裏タイガースは加藤を KO してこの斉藤をマウンドに引きずり出しました。やっぱりこういう若いピッチャーはね、ホームラン打たれた後というのは必ずボールから入りますね。いやそうですね、やはり弱気が走るんでしょうね、当然ですが、若いピッチャーの斉藤、急遽リリーフ指令が出されましてマウンドに上がっただけに斉藤にとってはやや気の毒な面もあります。バッターは2番の広田、完全に動揺しました。そうですね、こういう、ピッチングもね、ほとんどあんまりやってなかったような気がしましたね、そうですね、振って投げて、したがって王監督はですね、なんとか伊藤を打ち取ってくれたらと、いうことだったんですね。結局広田フォアボールです。で加藤がですね、結局伊藤をフォアボールで歩かしてしまって、この回急遽斉藤を出さなきゃいけなかった、斉藤にはもう少しウォームアップさせる予定だったんですね。思いますね、突然ですよ、そうです、加藤が崩れるなんてちょっと想像できなかったですよね、そうですね、突然ジャイアンツを襲った春の嵐、タイガース猛攻撃、7対2、大体11人目ですかこれ、バースがね、広田から始まりましたね。そうですそうです、この回は打者一巡して、そうです、広田からですからね。さあその広田がツーアウトからまたフォアボールで出塁して打席にアンディ・バース。まあこの人も目の前で掛布、若い軌道、しかも好調の前見3発見せつけられたんですからね。そういうことですね。ほら大いに気負ってると思いますがね、あんまり気負っちゃいけませんね。そういうことですよ、急遽加藤をリリーフしたジャイアンツの2番手の若い斉藤投手、心境著しい斉藤投手と伝えられています。王監督も大いに買っておりますこの斉藤ですが、しかし冬の登板とありまして、しかも初っ端打たれましてちょっと動揺しています。まあこの今シーズンの対ジャイアンツ戦でもですね、この斉藤の出番は結構あるでしょうから、阪神としてやはり出花をくじいておくというのが大事なことですね。若いピッチャーに自信を持たれると相性が向こうにとっていいということになってしまいます。だけどこれだけ守る時間が長いとね、足は溜まりませんね、そうでしょうね、巨人の場合は、しかもその中でも大野は溜まらないでしょうね。大野なんかはそうでしょうね、大野の卓球が先発の加藤の足を引っ張りました。その後加藤が乱打されました。タイガースはこの回3本のホームランを含む集中攻撃、一塁線ファン。バースバッティングですが ね、どうですか、タイミングの点ではどうですか。ちょっと今まだちょっとずれてますね、ずれてますね、ちょっとずれてるようですね。さっきのセンターフライにしてもね、ちょっとタイミングが食い込まれてるという形ですからね、そうですね、タイミングが取れてジャストミートしたらこの人の場合はもう軽々といきます、スタンドまでいきますからね、関係ないですからね。ランディーバース、まあ、自分なりのキャンプでもあるいはオープン戦でも調整を図ってきたバースですが、本番に入りましても公式戦に入ってもちょっと出遅れております。やはり開幕戦で大野、それから2回戦広島戦川口と共に左ということもあってややバッティング狂わされたかもしれませんね。それはもうタイミング的にはね、随分狂わされてましたね。そうですね、しかもあれだけ三振するとね、まあ、ちょっと自分考えますよね。そうですね、そのバース、3回目のバッターボックスの真ん中の球ですがちょっと気負いました。並木バッティングコーチが今日はジャイアンツはおそらく加藤でしょう、右ピッチャーが来れば掛布バースにとってはチャンスですよと、そう話してくれたんですが、掛布はその通りセンターへ痛烈なタイムリー、そしてライトへ第1号ホームランを打ちましたね。まあ、あれは結局引っ付けになりましたからね、そうですね、結局4番打者が打てばですね、
チームのモードが上がるということですね。そうですね、ネクストバッターズサークルにその掛布が控えています。さあバーストの一撃はこれは振り遅れファウル。慣れたらもうバースもちょっとタイミングが合ってくればですね、もうこの人の場合はどんどん出ますからね。大きいのはバース、掛布、岡田のクリーンアップトリオ、後藤さんからご覧になってこれはどうですか。やはりこれがベストですか。いや私はね、どちらかと言ったら3番でもうちょっと足の速い人を置いておきたいんですよね。あ、なるほど、でバースはもう溜めてから一発という形ね。あ、そうですか、そういえば昨シーズンの開幕をちょっと調べてみますと、吉武がトップを打って2番が北村でしたね。3番前に打ってますね、バースは5番を打ったんですが、今日のクリーンアップはご覧のようにバース、掛布、岡田。フルカウント一塁ランナーはフォアボールの広田。大きな空振り、一発狙ったんですがタイミングが外れています。ランディーバース、まだちょっと調子が出ません。空振りの三振に終わりました。ほっと一息王監督です。しかし4回の裏、3本のホームランを含む集中攻撃、河野の落球などありまして、タイガース大逆転、ご覧のように7点を記録しました。4回終わって7対2。